おはようございます、超フォルテです。シャキーン。本日は北海道の中里内村にあるハーモニーホールへやってきました。なぜ来たのかというと、呼んでいただいたからです。コンサートをしましょうと、一緒にねやりましょうという感じで呼んでいただいたので、コンサートを成功させたいなと思います。というわけで、リハだったり練習映像だったりをどうぞ。今から北海道に行ってきます。今日はちょっと雨ですね。今日台風が来ているので、台風から逃げる形で飛行機に乗って北海道まで行ってきます。帯広に行ってきたいなと思います。ちょっと逆光でやばいことになってますね。こんな感じ、皆さんに見えるときこれジャガイモですね低い方がこれ砂糖の原料です。高い方はこれなんですか？長芋になります。長芋になるんですね。はい、皆さん、僕はですね、今日泊まるところはコテージというところなんですけども、初めてのコテージもちょっと楽しみですね。見てください、普通に自転車もあるし、なんか本当に自然に溢れてる。はい、皆さん、今ここに来たのは中里内の東端の滝というところに来ました。少し気温は寒く、約15度、6度らへんです。ちょっとね、この下は何も着ておらず、完全に、間違えた格好で来てしまいました。この美しさの自然にあふれて明日演奏してこようと思います。ちょっとね、周り人がいないので、木が今度はさっきの湘潭の滝から少しね、またさらに登っていって、温度も少し下がり、先ほどと同じように舌を何も着ず、アメリカンな格好でハワイに来たのかと言わんばかりの格好をしておりますが、今度はダムに来ました。でっかいですね。僕が今まで見た中でも結構トップクラスに大きいダムに来ました。すごいですね、でかい。こんだけね、自然に浄化されれば、まあ僕もね、さっきから熊出没注意ってなってたんだよね、熊みたいな熊っちょ。上の方は霧がありますね。本当にジブリに出てくるような世界です。あの景色からの僕という景色、素敵。コンサートということでリハーサルをやってます。こちら、もう調律も終わったね、パッツオリのフルコンサートピアノをね、この素敵なホールで北海道の皆様にお届けするという企画となっております。超楽しみですね。頑張っていきたいなと思います。昨日はですね、何を食べたかと言いますと、唐揚げを食べました。ザンギを食べたわけでもなく、ジンギスカンを食べたわけでもなく、唐揚げをね、食べさせていただきました。もうおいって、これから寿司とかをね、北海道ならではのものを食べていけたらなと思うんですけども、昨日はね、唐揚げ食べてめちゃくちゃうまかったです。一応ね、その中里内の鶏が使われた唐揚げでめちゃくちゃうまかったです。はい、今日はちょっと唐揚げパワーでね、手はびちょびちょではないんですけども、ちゃんとね、洗ってきたので、美しい手で、美しい音を奏でていきたいなと思っております。岡山のジーンズスーツで来ました。アピールです。
皆様というわけでね、無事にコンサートが終わりました。めちゃくちゃ盛り上がって、もう中札内の方とも交流ができ超楽しかったです。こちらのハーモニーホールというところにはね、ファツオリのフルコンが入っていて、まあね、お家で弾いてるような感覚でした。めちゃくちゃ楽しくね、弾かせていただき、ホールも素晴らしく、そしてさらにシャンデリアがね、美しいのでね、まあなんかちょっと僕はもう貴族になったかのような感じでね、演奏させていただきました。いやー、このね、リハーサルからひたすらファツオリを弾いて、で、本番もひたすらファツオリ弾いて、その後ね、ちょっと動画も撮って、それもひたすらファツオリ弾いて、もう幸せなね、空間でした。というわけでね、本当に北海道はね、やっぱりでっかい道と、これが言いたかったんですけど、今日のコンサートでは言えませんでした。やっぱりね、ちょっと滑ると思ったので、まあ、動画なのでね、問題ないかなと思います。というわけでね、皆さんここまで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。というわけで、バイバイ。